リーダーとして必要な要素は何でしょうか。またこの人はリーダーとしてすごいなと思った人はいましたか。ツイッターでちょっと書いたんですけど、オリエンタルラジオの中田さんが宮迫博之さんとウィーミーミーンっていう YouTube の番組をやりたいって言ってやったんですよ。その裏側編が上がってるんですけど、中田さんが自分の企画で自分でお金出して宮迫さんにこう動いてほしいとか、こういう喋りでやりましょうとかっていう仕切りも全部中田さんがやってるんですよ。全体をすべて中田さんが分かっていて、で、一番その要は現場で気にしなきゃいけない人って、その MC である宮迫さんとゲストの手越優也さんなんですよ。そこの二人をどう扱うかっていうところをトップの責任もあってすべて分かってる人がちゃんと説明するっていうのをやると、その MC もゲストも安心してその場に乗れるんですよね。要はリーダーって偉そうにしてるけど現場の細かいとこ分かってないタイプの人もいるんですけど、中田さんって多分全部分かってて、カメラクレーンで最初入ってくるし、ここで降りた時のバミリはもうすでに用意してないと宮迫さんに説明できないから、バミリは先に用意しとこうねみたいなシミュレーションも全部やった後で宮迫さんに説明始めてるんですよ。あれこれってなんだっけとか、手元に台本持って説明したりがないんですよ。要は現場の人って必ず台本持っちゃうんですよ。こういう形で話進みますよねっていう台本があった方が安心できるし、こういう流れですって誰かが決めたものがあるとそれに従うっていうのがあるんですけど、台本なしでこういう流れですで、行くと、次に何が必要かっていうのも、自分の頭に全て入ってないとダメなんですよね。だから宮迫さんに説明する前に、まずバミリ先やっとかなきゃいけないよねとか、そう、分かるようにクレーン先にぶら下げとかなきゃいけないよねっていう、現場設営の段取りも頭に入ってないとそれができないんですけど、それをさらっとあっちゃんやってるんですよ。あっちゃんかっこいい。それが普通の人から見えないんですよね。裏方動画っていうところで、初めて見えるんですよ。あ、この人全部自分で分かってやってんだっていうのが、僕別にそんなにその中田さん詳しいわけじゃないし、その芸能人がどこまで仕事するかっていうのは分かってないので、中田さんって 100% 自分で管理して理解した上でやるタイプなんだっていうので面白いと思って、で宮迫さんは乗っかるタイプなんですよね。本編を見るとその一緒にやったっていう説明もしてるし、一緒にお金払ったっていう設定も言ってるんですけど、裏方動画を見ると明らかに中田さんが作った器の中で宮迫さんはベストパフォーマンスを出していて、あくまで器は中田さんだなみたいなところが見えるんですよ。っていうところが多分その優秀なリーダーの条件というか、ついていきやすいですよね。そういうリーダーの方がとは思います。はい。